初日1レース走られます群馬の川内選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ファン投票11位で選ばれましたけども、結果を受けてどうでしょうか？そうですね、この昨年から1年間でたくさん票も伸びて、お客様もたくさんいつも応援していただいて本当に感謝しています。やっぱりこの初めてのビッグレース、大きいレース走れるっていうのはすごい喜ばしいことだと思いますけども、はい、受けてどうでしょうか？そうですね、自分が小学6年生の時に初めて見たのがこのオールスターで、そこから目指し始めたので、そのきっかけのレースに自分が出場することができて本当に嬉しいです。まあ、現行の制度は今年が最後で、また来年から違う形になりますけども、平塚は1回走られていると思いますけども、はい、印象はどうでしょうか？そうですね、走ったのがデビューしてすぐだったので、もう結構前になるのですが、結構やっぱり走りやすいバンクだなという印象あります。ナイター開催自体はどうですか？そうですね、ナイターも今夏で暑いので時間的にもちょうどいいのかなと思います。近況は決勝には乗り続けていますけども、状態面としてはどうでしょうか？そうですね、この期間でもレースがすごい続いていて、レース感も結構いい状態にあると思うので、練習もしっかりできたので大丈夫だと思います。わかりました。では、最後に意気込みとファンの方へのメッセージお願いします。今回はたくさんの投票ありがとうございました。周りの選手はすごい強い選手がいっぱいいますが、食らいついていけるように頑張ります。よろしくお願いします。